あ、30分なった。マジ話しますか。じゃあ話しますか。そうですね。私小森めとこの度ですね、1月31日をもちまして七進区を卒業します。そして2月の1日から V スポに移籍します。これですね、内容ってかなんでなのみたいな、そういうのにいたしましては、運営さんに七進区の運営さんに目とから相談をさせてもらって、お互いの運営さん、 V スポの運営さん、七進区の運営さん同士で話し合ってもらって、了承のもと正式に V スポさんのオーディションを受けました。どっちの事務所がいい悪いとかで決めたわけじゃなくて、まあ、単純に今の自分のやってることとこれからやりたいことが、まあ、V スポさんに合ってたので、そうですね、あ、研修、最近出た研修みたいなのではないです。はい、みたいなのではないです。もう受けて合格をもらっていて、この発表になってます。で、受注生産のグッズなんですけど、まあ、それは申し訳ないんですけど、移籍してから届くことになってしまうと思います。ですが、まあ、コムリメットの七進区最後、七進区としての最後のグッズなので、まあ、良ければ受け取っていただけたらなと思います。で、1月末まで七進区です。で、2月の1日から V スポ所属です。ということでお願いします。そうですね。で、まあ、移籍を考えるに至った経緯についてを、ちょっと目とから、こう素直な気持ちをお話しさせていただきたいんですけど、まず、まあ、目との主な活動として、基本はゲームをね、まあ、みんなが見てくれてるように、ゲームをやってて、まあ、そこから、大会とかイベントに出させていただいてたんですよ。で、V アパーのゲームの子たちって、そういう目的で集められたと思ってたの。メトはね。これメト個人の意見ね。メト個人の考えはそうだったんですよ。でも、こう、活動して1年ぐらい経った時かな。今からは1年ぐらい前の時に、運営さんと自分の活動方針について話し合う時期があって、その時に、こうなんか自分の考えがちょっとずれてるのかとか、なんかみんなは、目とはそう思ってるけどみんなはそうじゃないのかなとか、そういう話、素直な気持ちを運営さんに相談したんですよ。相談した時に、まあ運営さんからは、目とは基本的に一人で活動をしなさいと、その方が目とにとってもいいと思うよって言われて、まあそこから、まあ多分見ててわかると思うんですけど、見てたら分かったと思うんですけど、多分一人でいろんなとこに行ったりとか活動することが増えてた、多かったと思う。旗から見てても多かったと思うし、まあそれはそういう運営さんとの活動方針についての話し合いがあったからですね。なんでそうなってたかっていうのは、まあでもどうしてもそのメトが、なんだろう、みんなで活動したくないって思ってたわけじゃないし、一人で活動していいよって言われても、やっぱどうしてもメトは心の中に、こう、なんか同じ目標に向かって頑張れる仲間が欲しいし、何も話せる人がいないのが正直しんどかったんだよね。何も誰にも話せなかったから、自分のやってる活動も、そう、どうしても、まあ、頑張れる仲間が欲しいと思ってしまう自分もいたし、今までの目とはこう何かを目標にゲームすることがあんまりなかったんで、新しいチャレンジ、私こう目と個人の活動方針と新しいチャレンジをしたいっていう希望に合ってるのが V スポさんだったので、移籍を提案させてもらいました、自分から七進区の運営さんに。で、最後にはいろいろ話し合ったけど、最後にはたくさん頑張ってくれてありがとうって言ってくれて、そのメトの人生を優先してくれた七進区の運営さんには本当に感謝してもしきれないです。正直、事務所から事務所に移籍するっていうのは、多分メトが知ってる限りでは VTuber 界ではない話で、まあいろいろ時間をかけて話し合ってたんですけど、個人から事務所に所属するとか、個人から事務所ができるとかはあると思うんですけど、多分事務所から事務所っていうのはない話なんで。ということで、まあ多分いろいろ、なんだろう、こうメトがなんかちょっと暗い感じに思っちゃってるかもしれないんだけど、メト自身はすごいいい話で、嬉しい話で、メトの希望に寄り添っていただいたから、 V スポの運営さんにも七進区の運営さんにもいい話なんだけど、でもなんかこうあんまり明るくなりきれないのは、受け取り手側が
どう思うかは多分様々だと思ったから、あんまり押し付けるのも違うと思うので、複雑な人もいれば嫌だって思う人もそれはもちろんいますし、めっちゃ嬉しいって人もいてくれるとは思うけど、まあいろいろそうですね。まあこれができなかったら正直やめてたので、メトとしてはめちゃくちゃありがたいです。本当にどっちの運営さんにも感謝してます。そうですね、そういう感じです。チャンネルはこのままです。チャンネルも小森メトっていう名前もこのままです。全部なんかちょくちょく出てたと思うんだけど、活動休止の前とか、こう活動に悩むことがあって一ノ瀬とレイド君に泣きながら相談したとかは、やめようと思ってるっていう話で相談したりもしてた。移籍とかの話は一切してないけど、移籍とかの話は全部自分で決めて自分でやったことだから一切話してないけど、辞める話を相談したりはした。だから休止って理由もあったのかな。まあ精神参ってたのはある。そうだね、それが理由でとかじゃないけど、それも含めて精神が参ってたのもあるという感じのお知らせでした。すいません、なんか多分まあショックな方もいると思いますけれども、まあ言えない気持ちもしんどかったし、言えない気持ちもしんどかったのはそう、そんな感じです。そんな感じです。こういう難しい話がもう本当に得意じゃないんで、急にそっち方面に持ってくのめっちゃむずかったし、ちょっと苦しい。なんか泣いてないですけど、すいません、泣いてないですけど、いやめっちゃ不安。これからも応援するとかこんなことを言ってもらえると思わなかった。それはもちろん嫌な人もいるだろうし、正直叩かれるだけだと思った。ふう、すいません、頑張ります。自分なりに自分のペースで新しい挑戦もしてみたいと思います。七神空の運営さんと V スポの運営さんと、そして見てくれてるリスナーさんには盛大の感謝をしたいと、これからもしたいと思います。ありがとう、本当に応援してる、ありがとう、ランちゃん、ありがとう。というわけで、まあ、そんな感じですかね。なんか聞きたいことありますか。まあこれはあれなんですけど、 V スポのメンバーとか七神空のメンバーがこうメトのことを話題に出してくれることもあると思うんだけど、その遺跡の話とか話題に出してない時に聞くのはメトからのお願いとしてやめてあげてほしいです。本人たちが話題に出したらその話にね乗る感じでね、そんなことあったねぐらいで話したりしてほしい。そう、自分たちからテカスメトちゃんの遺跡いつから聞いてたのとか、そういう話に持ってくのはちょっと困っちゃうと思う。多分困らせたくないから、メトも。というわけで、まあそこら辺はよろしくお願いします。これまでの動画消えるの、これまでの動画残ります。だから全部残る、あの消えるもの何もないです。グッズのフォームが変わったりするかな。そのグッズはもう消えちゃうけど、七神空として、七神空の小森メトとして売られてるグッズは多分消えちゃうけど、動画も、チャンネルも名前もツイッターも全部残ります。ツイッターアカウントも一緒です。箱が違ってもいつでもまとめと、そうね、全然箱が違くてもまとめとはあります。わっさんは大事な友達なのでそれは変わりません。日朝もあります。まあ、メトが答えられる範囲でなら全然もう何でも答えるので、それは聞いてください。答えられないものは答えられないって言うから、それちょっと答えられないって言うから。壁は壁のままですか。まあ、悲しいことにそのまんまっすね。先輩呼び、正直今関わってってる人たちを先輩呼びできるかって言ったらちょっと自信ないんで、まあ、ちょっとそこはお手柔らかに行きたいっすね。お手柔らかにお願いしますって感じですね。はい、ひなのちゃんもひなのちゃんだし、一ノ瀬も一ノ瀬だし、スミーもスミーだし、 V スポは縦社会だから、いやメトというビッグウェーブの前では崩れるかもしんない、その社会。呼べって言われたらかな。呼べって言われたら結構態度だけでかいんで、はい、それはまあちょっとお手柔らかにしてもらわないと無理かもしれない。移籍後の新衣装はあるのかな。まあちょっとそんなすぐにはないけど、ちょっとかかっちゃうかもしれないけど、まあ、今後 V スポとして活動していく上であると思います。うんこの話とかもうできないのか。いや、する。したい。
うん、でも目とうんこ以外に言ったことないよ、あんまりそういうあれって言ったことないよ、そんな生々しいやつは。うんこの話して大丈夫？あ、よかった、キュピちゃんが言ってるもん。うんこの話しよう。じゃあうんこの話をさせていただきます。運営さんも多分聞いてると思うんですけど、ごめんなさい、うんこの話をします。すいません。すごい V スポの人もナナシインクの人も言ってくれる、すいません。なんか本当にもう目とのことずっと見てくれてリスナーさんからしたら本当におてんばだと思うんですけど、これからもお世話していただければありがたいです。字の話もする、する。いや話題ね、なんか好きないよね。なんでなんだろう。 V スポから勧誘されたの。さっきの説明でも言ったんですけど、メトがナナシインクの運営さんにまず相談して、ナナシインクの運営さんから V スポの運営さんに相談してもらって、運営さん同士で話し合ってもらって、全ての了承を得てからメトが正式にオーディションを受けてます。でちゃんとした、審査もうちゃんと落としてくださいみたいな、落とすときはちゃんと落としてくださいって、落とすときはちゃんと落としますっていう話をして、そういう LINE を無事合格ができたので正式に移籍という形になりましたね。はい、そうですね。落ちたらクソおもろしろかったのにな。いやマジでね、しかも言えねえしな落ちたら結構お笑いだったよ。言いたかったけど言えない話でお蔵入りしてたからよかった、逆に受かってて。これからも応援するぞ。いやありがとう、本当に。いや本当にマジでそんなん言われると思ってなかったから、マジでクソ叩かれると思ってた。お前なんていらねえよみたいな、めっちゃ言われると思ってたから、マジでありがたい。これからね、いろんな意見も出ると思うから、 Twitter のエゴサーとかでは正直わかんないとは思うけど、今このコメント欄でこれからも応援するよとか嬉しいとか、そういうコメントちらほら見かけるだけでちょっと心が休まった、正直昨日お腹が痛かったのはこれですね。本当になんかお腹が痛いというか、もうずっと胃が痛くて、昨日メトが一つ発言を間違えたらみんなに迷惑をかけるかもしれないし、何か一つ間違えたら不仲とか運営がとか言われるかもしれないから、ちゃんとそう言われないような説明ができたかは分からないけど、全部メトの意思に寄り添ってもらってます。 3D ライブとか見れそう、見れるようにします、頑張って。ちょっとまだわからないけどね、まだわからないけど見れるように頑張りますので、そのためにはみんなの応援がまたちょっと必要になってしまうんですけど、そこはよろしくお願いします。すいませんが判件ややこしそうだけど頑張りや。何判件って、難しい話はね、もう全部終えてからみんなに話してるよ。本当に難しい話も大人の話もそれはもちろんあるよ。ないって言ったら嘘だし、全然あるけど、それ全部終わって全部片付いてから話してるよみんなに。それは当たり前だよ。メッサンの激論を楽しみにしてる。まあそうか、そういうのにも出ることになるかもしれないですね。こんな難しいことできたのにペイペイができないなんて、ペイペイはこれより難しい。ペイペイが一番むずいです、これで言ったら。また元気に配信してな。元気に配信はするよ、そりゃ別に明日からもう何も変わらないので。でも1月まあ3 1月末はなんかやろうかな、雑談でも。1月31日でナナシインクとしての小森メトは終わるので、2月1日から V スポです。いやめちゃめちゃなんかわかんない、放心してるかも今体の力がちょっと抜けて、すいませんね本当に。多分みんなもいきなりのことだから多分頭が追いつかない人とかもいると思うんだけど、ちょっと十分終わってからね考えたりしてくれたら嬉しいです。次の挨拶どうなるの。まあ V スポ担当かな。みんなの心に引きこもりニート担当だとね、パラサイトになるからね、勝手にパラサイトになるからね、あんまりちょっと言いづらいよね、まあというわけで、8時になったのでコンビニ行ってきます多分ね、みんなにも整理をする時間が必要かなって、多分そんなすぐ受け入れられることじゃないと思うんで、ゆっくり時間をかけて理解をしてもらえると嬉しいです。というわけで、じゃあ